ノバと作品 110B198 はアントニン・ドボルザークが作曲した公共詩。ドボルザークは1896年の初めに最初の3作品の公共詩を仕上げた後、数ヶ月の時間を空けて4作目となる本作に取り掛かった。1896年10月から11月にかけて作曲されたこの作品は1897年1月に 改訂された後の1898年3月20日に、ブルノでレオシュヤナーチェクの式により初演された。先行する3曲同様、曲の筋書きは、カレル・ヤロミール・エルベンのバラード集、花束中の一編である同盟の詩から取られている。楽曲は、早々更新曲の間に、スケルツォが挟まれる形式となっている。ある女が夫に毒を持って泣き物にし、そのすぐ後に、 別の男と結婚する。一羽の鳩が、夫の墓の上に泊まり毎日のように、悲しい歌を歌う。両親の葛飾に耐えかねた女はついに自殺を図り、川に身を投げて溺れてしまう。約19分半。フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルンヨン、トランペットに、トロンボーンに、バストロンボーン、ティンパに、トライアングル。 シンバル、大太鼓、ハープ、弦語部。初版楽譜では、話の筋書きとともに曲を五つの部分に分けて、解説している。夫の棺の後若い未亡人が嘆きつつ、涙ながらについて歩いてくる。早々の開始を告げるホルンと太鼓の合図に続き、若く美しい未亡人の主題が奏でられる。厳粛な雰囲気で進んでいたはずの早々であったが、トランペット、フルート、 第二バイオリンによって導入される調笑するような二つ目の主題により未亡人の涙が偽りであることが暗示される。陽気で裕福な農夫が現れ未亡人を慰めて自分と結婚するように説得する。オーケストラ本体から離れた場所に配置されたトランペットにより高成源が現れて未亡人に近づく様が表現される。再び早々更新となるが フルートの三連符により、未亡人が明るさを取り戻す様子が描かれる。未亡人が男の求婚を受け入れ喜ばしい婚礼となる。この部分は鳥をつきのスケルツォであり、登場人物を表す主題の展開により、構成される。毒殺された元の夫の墓には、多くの木の若葉が影を落としている。その枝に一羽の鳩が佇み、悲しげにさえずっている。 その愛情を帯びた鳴き声は罪深い女の心に刺さり、やがて罪の意識に苛なまれた女は近くの水辺で自ら命を絶つ。木管楽器と弦楽器による鳩の鳴き声を表す不気味な音響の中でバスクラリネットがフレーニオエ単調で再現する。ドボルザークはスケルソブでこの主題に触れないでおくことで再現時の劇的性格を強調している。 さらにホルンが同主題を繰り返しながら高まっていき、頂点のフォルティッシッシモに到達すると急速に静まっていく。エピローグ。フレイチの壮列の主題が回帰するが、今度は女の葬儀である。バイオリン独奏のレチタッティーボが挿入された後、鳩の鳴き声の音景が聞こえて、フレイニが一度大きく奏されるがただちに静まり、やがて弱音気をつけたバイオリンがフレイニを奏でる。 エルベンの原作は女に情けをかけていないが、ドボルザークは最後に、ハトの声を回想しながら、ハチョウチョウへと解決させることで、女が許されたことを、暗に示しつつ、曲を閉じている。注釈出典。ありがとうございます。